え、実写じゃないの？ウォッチモチョジャパンへようこそ。今回は CG に見えない映画のシーントップ10です。おそらく誰も気づかなかった驚くほど絶妙な映画の CGI シーンをピックアップしたよ。第10位、場所の保管、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート。マーティン・スコセッシ監督は古典的な技術を好むって評判だけど、映画の質を高めることには柔軟だ。 That's why we at Stratton Oakmont pride ourselves on being the best. Trained professionals to guide you through the financial wilderness. この映画は CG をあまり活用していないように見えるかもしれない。でも撮影地の多くが部分的に作られているか拡張されている。 We arrived to prison. I was absolutely terrified. 特に注目すべきは刑務所でテニスをする最後のシーン。実は複数の要素が組み合わされている。ジョーダンの成功には意外と中身がないかも。 Can't tell you how excited I am. You should be. 第9位、フィラデルフィアのスカイライン、シャザム。シャザムで印象的なシーンといえば、ロッキーの曲に乗せてフィラデルフィアの美術館前でパフォーマンスするスーパーヒーロー。ロケ地の確保に難航して別の場所でも撮影しておいたらしい。 Hey, thanks for showing up at lunch today. Oh, take it easy, bud. What's your problem? そんな苦労をして撮影許可を得たけど、当日の天気は霧。象徴的なスカイラインは結局 CG で追加された。制作陣は手から稲妻は出せないけど、気の利いた魔法が使えるね。第8位、70年代のサンフランシスコ、ゾディアック。この映画は70年代のサンフランシスコで実際に起きた事件をベースにしたデビッド・フィンチャー監督のサスペンススリラー。当時を再現するために衣装とセットの他に CG もたくさん使われた。シーンの多くはコンピューターで詳細な 3D を作る必要があった。 I was first nervous about that because this is going to be the most demanding type of shot you could do. It's not at night, it's during the day. The lighting is from the left.監督はできる限り殺人事件が実際に起こった場所で撮影したから、そこを10年古く見せる修正も加えられた。 What do we get? Sitting? 第7位、天井からの落下、ジュラシックパーク。 It's an impact tremor is what it is. Fairly alarmed here. ジュラシックパークは恐竜映画の最高峰で、現実のエフェクトと CGI をシームレスに融合している。この映画の CGI と聞いて恐竜を思い浮かべるかもしれない。でも僕らが気づかなかったのは人に関係するシーンだ。ベロキラプトルに追われて通気口に逃げた時、レックスは運悪く下から恐竜が飛び出して落ちてしまいそうになる。短いシーンだけど、幼い彼女が危険にさらされないようにスタントが使われ、顔だけすり替えられていた。 Hold on to your butts. 第6位、犬のうんち、ジョン・ウィック。ジョン・ウィックは優れたアクションで人気の作品だけど、 CGI も秀逸だ。撃たれた時の出血シーンとかね。でも不可解な CGI の使い方もしている。ジョン・ウィック、Yes. Sign here, please. 亡き妻から受け取った犬をジョンが外に出すと、犬はすぐにトイレをする。見ての通り。 Hey. Oh. Right. あっという間すぎて、5000ドルかかったシーンとは信じがたいね。犬に下剤を使えないって理由はわかるんだけど、プラスチックの偽物を使った方が安く済んだかも。When Ellen died, I lost everything. Until that dog arrived on my doorstep,
A final gift for my wife. 第5位、漁師スーツ、アベンジャーズ・エンドゲーム。大規模 CGI 満載のスーパーヒーロー映画には当然目立たない視覚効果もある。 All right, we all have our assignments. Two stones uptown, one stone down. もう一人の自分と戦うキャプテンも魅力的だけど、注目するのはかの有名な漁師スーツ。 You got this. You're right. I do, Captain America. 過去からのインフィニティストーンを回収するためアベンジャーズの一部が来たのは、ボタンを押すだけで着れるタイムトラベルスーツ。動作だけと思われがちな特殊効果だけど、実際俳優たちはスーツを着ていなかったなんて驚きだね。One round trip each. No mistakes. No do-overs. Most of us are going somewhere we know. That doesn't mean we should know what to expect. Be careful. 第4位、年老いたローガン、ローガン。この西部劇風の X-Men 映画にはヒュージャックマンの顔がスタントマンとすり替わっていたり、細かい CGI がいくつもある。中でも一番目立たないのはローガン自身の顔だ。 I always know who you are. It's just sometimes I don't recognize you. ヒュージャックマンはハンサムな俳優だから、年老いて見せるのは一苦労だろうね。一部はメイクアップでカバーされたけど、天気によるダメージや寄せ人風な顔は CGI で作られた。I don't like guns, of course. I wish you'd call me Logan. Like I have. 第3位、トラックの転倒、ダークナイト。You complete me. クリストファー・ノーラン監督はよく実写の効果を使うけど、シーンをより効果的にするために CGI も利用する。バットマンとジョーカーのチキンレースのような有名なシーンとかね。バットマンがジョーカーの乗るトラックをケーブルで縛ると、巨大なトラックは見事に転倒する。トラックの映像は本物だけど、転倒のために下に付けられたピストンは後から消されている。第2位、代理のアイアンマン、アイアンマン3。アイアンマン3で大きな戦いに疲れたトニー・スタークはアーマー軍団を結成する。 You're wearing this in the house now? What is that, like Mark 15? Yeah, something like that. You know everybody needs a hobby. トニーは遠隔操作できる新型を使うようになるんだけど、芸術は時に現実を変える。 So why don't you lift up that face mask and give me a kiss? ピンポン、ピッピッ、huh. Yep, damn it. No can do.撮影の途中でロバート・ダウニー・ジュニアが足首を骨折して、いくつかのシーンにはスタントマンが使われた。そこで彼の顔や演技はデジタル処理で重ねられたんだ。有名な最後のシーンもね。かなりのクオリティだからトニーくらい天才じゃないと気づけないかも。I guess I'd say my armor. It was never a distraction or a hobby. It was a cocoon.1位の発表前に触れておきたいシーンを紹介しよう。 This is Classical Fly with Classical Drive, so why don't you forget about the perils of flying? Settle back and let this music calm you down. Did they mention that I haven't been tagged in 30 years because they suck at this game? Extensively. Never been tagged, just saying. Is there any way to make this a fair fight? Jump out and swim.続ける前にチャンネル登録と通知をオンにするのを忘れずに。通知は時々か全て受け取るか選べます。第1位、カーチェイス、マッドマックス怒りのデスロード。マッドマックスはスリル満点のスタントと映像で、近年最も有名なアクション映画の一つ。
そんな作品でも仕上げは必要。全体を通して独特のオレンジ色のトーン補正がされたし、カーチェイスシーンの多くは CG による風景だ。渓谷や土煙もほぼ CG で作られているし、車を多く映すために合成もしてるけど、映画が最高なことに変わりはないよね。ランキングはどうだった？コメントで教えてね。この曲が気に入ったらミュージックビデオもぜひチェックして。